ガルシア、山下、葛原、岸田、チャイルズ、隅田、狩野、三原、井上、相原、カレルソン、フィーラーと目にも止まらぬ高速ドリブル、フラッシュ、寺島亮、得点手応えを感じている佐賀、5割に乗せるか、それとも4連勝でここから波に乗っていくか、広島か、広島佐賀バルーナーズ、ティップオフで再びエヴァンスに入ってフィーラーにが構えますが、外へのパス、そして最初のスリーポイントシュート、いきなり決めてきました。さっさ来ましたね。名誉とのピックアンドロール、エヴァンス投入は長とコールしていますが、エヴァンスが持っていってレイアップのシュートでした。決めます。ダブルチームでいって、ラーここは、奪い返しました。ターンオーバー、相手のミスからの速攻になりますが、入ってて深く、チャイズいい形でしたね。ヒットシュートも得意なハレルソン、そして2期連続スリーポイント成功率賞にも輝いたことがあるカリノ、この2人を注目していますが、このワイドオープンで打ちましたが落ちています。また山崎、遠目から打っていった、同じところ2度は外しません。スピードをここではギアを上げてかわしてから、エヴァンスの真骨頂、ここの位置でかわし、上沢、外へのキックアウトパス、中村、射抜いた。ここはふわっと浮かせたヒーラーのピックアンドロール、隅田が通面ゲームから、ここは遠目から打ってきた、あ、これが決まる、ようやく来ましたね、来ましたね、遠いところ見ていた、ゴール差を通ってのパス、メイヨ、中距離のジャンパー、ボードに当てて沈めていきました。しかしディフェンスがついていますが、フィーラーを見ていた、フィーラー距離がありますが、スリーポイント、3連発となりませんが、佐賀、チャイルズ、ゴール差で勝負、決めた。寺島とブラクシア、ビッグアンドロール、また2人、2人がかりと取りに行く、寺島、それをかいくぐったノールックのパス、そしてジャンプしてスリーポイント、ああ、壊してしまった、山崎、今日3本目のスリーポイントシュート、ブラクシア、指示を出して、ニック・メイヨ、ミサールついています、ニック・メイヨ、左45のスリーポイント。はい、このプレーですよね。中村、状況を見ています、ピークアンドロール、川田を使って、今度はブラクシア、ブラクシアと、ふわっ、ジャンプしてスリー、あー、これを沈めてきた、ね、今日の中村は残り5秒ですが、このままゲームが終わるようです。2秒、1秒、タイムアップ、80対61、広島ドラゴンフライズ4連勝。